クリエイターズデスゲーム続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きでまさか人が死ぬと思ってなかった、あくまで炎上して社会的に死ぬだけだと思ってたから、まさかメイさん焼き殺されるだなんていう恐ろしい現実が待っているとは思いませんでしたね。はい、ということで、まあ前回の続きで探索パートからやっていきましょう。はいはい、行くよ。第2回断罪放送では証拠品をすべて集められたかどうかでエンディングが分岐します。あ、そうなんだ。探索をやめる場合は画面左上の探索終了ボタンを押してください。終わりを自分で決めなきゃいけないってのちょっと難しいな。女子部屋には入れたりする？入るわけにはいかない。残念。お、リツキさんかな？あそこにいるのはリツキさんだ。さすがに本気で探してるんじゃない？さすがの彼も昨日の一件でかなり落ち込んでいるように見える。リツキさん、大丈夫ですか？落ち込んでる。もう無理。キャパオーバーで吐きそう。早くここから出してほしい。すずや、なんとかしてくれ。そんなこと言われても。俺さ、昨日メイちゃんが言ってたこと、ちょっと気持ちわかるんだよね。え？周りに持ち上げられることがプレッシャーになってたって話ですか？そうそう。ファンやクライアントからの期待を重く感じて逃げ出したくなる瞬間ってやっぱりあると思う。あの人たちってこっちが何度も試行錯誤してやっとひねり出したようなものを簡単にポンポン生み出せると思ってるじゃん？なるほど。普段完成品しか見る機会がないから仕方ないのかもしれないけど。そんでこのクリエイターの作るものは毎回どれも素晴らしい、天才だって簡単に言ってのける。ボツにして世間に発表しなかった失敗作が水面下にどれほどあるかも知らずに。そうやって自分の本当の実力と世間からの評価にどんどんギャップが生まれていく。それがたまに怖くなるんだよ。でも定期的に作品を発表し続けないと存在を忘れられて、忘れられてしまう、飽きられてしまうっていう恐怖や焦りもあって、気づいたらやめ時見失って10年も活動続けちゃってさ。ベテランのリツキ P でもそんなことを考えるんですね。びっくりしました。急に反応しなくなる。リツキさんってもっと自分に自信があるタイプなのかと。そりゃ自分のルックスの良さには自信あるけどさ、作曲に関しては別にそこまでじゃないよ。それに表に出さないだけでクリエイターなんてみんないろいろ悩んでるもんだろう。お前だってそういうのあるんじゃねえの？そうですね。僕も注目されるきっかけさえあれば、人気実況者に取り上げてもらって、たくさんの人に知ってもらえれば、人気クリエイターの仲間入りができて全てがうまくいく、そんな風に思ってました。でも実際は逆でした。注目されることがプレッシャーになるなんて昔の僕は想像もしてなかった。僕は工場鬼がバズって以来ゲームが作れなくなりました。トラウマになってるんだ。今までは誰にも見向きされないことが当たり前だったけど、一度大きく成功してしまうと今度は失敗が怖くなって動けなくなるんです。もし次に出す作品で大こけしたら、運よくバズっただけで自分には才能がないことが世間にバレてしまう。それを見られてしまうことが恥ずかしいんです。無様な姿を大衆にさらして恥をかくくらいなら、もうここで創作自体きっぱりやめてしまった方がいいんじゃないかって。きっと今が僕のクリエイターとしてのピークだから。今回の集まりだって本当は断るつもりだったんです。でもすごいクリエイターの人たちと実際に会って話してみたら何かが変わるかもしれないって、そんな根拠のない希望にすがってきてみたらこのざまですよ。まあこの展開はさすがに誰も想像できないし仕方ねえよ。まさか命かかってると思わないもんな。それに今が自分のピークかどうかなんてわからねえじゃん。むしろスタートかも。そう思えるほど自分の才能に自信があればよかったんですけどね。なんで悲しい会話だったんだ。これで会話できること終わった？他の人と話そう。はい。ああ、トラウマの男がいる。シュウスイさんだ。今話しかける気にならない。そりゃそうだわな。腹重っきし蹴っ飛ばされてっかんな。証拠品とかあんのかな？自室には。実質は、あぶねえ、探索終了、今流れで押すとこだったわ。左上危険だな。何もないね。
と、まあ、あと遊戯室一応見とくか。あ、なんかいっぱい増えてる、なんか調べられる項目。4桁の数字を入力できる装置だ。今はまだ何を入れればいいかわからないな。また後で来よう。これは？ん？人の噂も49日かな？本の間にしおりが挟まっている。何に使うのかわからないけど、一応覚えておこう。49日、これパスワード関係ある？もしかして。ああ、まだわかんないか。残念。これは？鍵がかかっていると。鍵がかかっていて開かない。で、本棚。特にいないかな？あ、いる！ユラさんいるね。ってことは、これユラさんが今回ターゲット。女性に厳しいな、このゲーム。なんか、いきなり女性二人ロストする可能性出てきてる。これは、月刊ステージアクト？舞台雑誌みたいだ。あ、瀬川さんの対談記事が載ってる。脚本家瀬川ゆら、舞台女優、おつばなあかりかな？脚本家瀬川ゆら、舞台女優、音花か、あかり、スペシャル対談。立ち上げからわずか4年でチケット入手が困難なほどの大人気劇団へ成長した劇団アップル。今回は24歳という若さで代表を務める人気脚本家、瀬川ゆら氏と透明感のある演技で今注目されている、同劇団の看板女優、音花あかり氏にインタビューを敢行。くしくも同い年であり、劇団の初期メンバーでもあるお二人に演劇の魅力や新作公演への意気込みを熱く語っていただきました。まずはお互いの印象について教えてください。音花。ゆらちゃんはリーダーシップがあって劇団のみんなを引っ張っていってくれる頼りになる座長です。ベタ褒め。彼女の面白い脚本を書く才能は本物なので、これからどんどん有名になって、いずれは日本を代表するような大物脚本家になると思います。将来がとても楽しみですね。ああ、でも、酒豪すぎて毎週のように飲み会やりたがるところは勘弁してほしいかな。そんなにお酒好きなんだ。お酒でやらかしたのかな？ありがとうございます。かっこわら。逆に瀬川さんは音花さんにどんな印象をお持ちですか？あかりはいつも前向きで明るくて、見てるだけで元気になる役者だと思います。あとは、演劇に対してすごく真摯に向き合ってる。どうすればお客さんに喜んでもらえるかを第一に考えていて、そこの価値観は私と完全に合致しているので、本当にいつも支えられています。急な演出変更とかでも、それ面白そう、やろうよって言ってくれて。ゆらちゃんの急な無茶ぶりね。そうそう。私たちはギリギリまで試行錯誤して、お客さんに最高の舞台を届けようと頑張ってるんですけど、それはついてきてくれる劇団のみんながいて、初めて成り立つもので、本当に仲間には感謝しています。中略。今回は劇団アップルの人気の秘密をたくさん教えていただきました。来月には新作カーテンコールに愛を込めての公演も控えているとのことです。頑張ってください。本日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、別になんか悪い感じでもなかったな。普通な感じ。じゃあ次、クローゼットかな。クローゼットだ。開ける？開けてみたが、ハンガーにかかった T シャツが数枚あっただけで、証拠品はなさそうだ。何もなし。終わりか。じゃあ特に調べられないか。わ、この部屋大して調べるもんなかった。じゃあ次、倉庫行く？お、増えてる。ん？本？本じゃねえか。なんだろう、これ。何かの書類か？手書きの日記のコピーかな。読んでみるか。2023年2月10日。私、三田沙織には先月からお付き合いしている恋人がいる。三田沙織？このメンバーの中には一応いないよな。優しくて頭が良くて背が高くてスタイルが良くてかっこよくて私にはもったいないほど完璧な彼氏だ。これ絶対春水さんじゃん。彼はもともと私が司書として働いている図書館の利用者だった。何度か雑談を交わすうちに仲良くなって、先月向こうから交際を申し込まれた。いいね。初めてできた彼氏ということもあって、最初のうちは舞い上がっていたけど、最近彼の言動に引っかかるところがある。引っかかるところ。例えば電車の遅延で5分ほど待ち合わせに遅れたりすると、その後は一日中無視される。もちろんこれは遅刻した私が悪いし、ずっと謝っていれば許してもらえるから、別にいいんだけど、
電車の遅延だったらしょうがないんじゃないか。故意で遅刻してきたらちょっと俺も許せないタイプだけど。それから髪型や服装、メイクをすごく細かく指示される。めんどくさい男じゃん、だいぶ。沙織は黒髪ストレートのセミロングと決まっているのだから、途中で勝手に変えられたら困ると言って、それ以外の髪型を絶対させてくれない。どういうこと？それ、先日毛先を軽く巻いてデートに行ったら、そのまま彼の家に連れて行かれて頭を掴まれて、無理やり熱い湯を張った浴槽に沈められた。怖っ！私が泣いてしまったのですぐに謝ってくれたけど、あの時はいつもの優しい彼とは別人のようで怖かった。もう別れた方がいい。よっぽど私の髪型が似合ってなかったのかもしれないが、さすがにひどいと思う。 DV 気質だ。万が一の時のためにこれからは何かあったらこのノートに記憶をつけるようにしたい。これ次春水さんかどっちだ、ゆらさんか春水さん、どっちがターゲットなのか分かんない。2023年2月21日、今日は久しぶりに高校時代の友人であるリホと食事に行った。近況報告をする中で恋愛の話題になり、今付き合ってる彼のことを話した。そしたらリホに、そんな彼氏すぐに別れた方がいいと言われてしまった。まあそうだな、外野のシュウヤンが聞いても絶対別れた方がいいって言う。でもまだ付き合って1ヶ月ぐらいだし、せっかく私みたいな美人でもないどんくさい女を好きになってくれたんだし。うわー、もうそれはめられてるよ、大丈夫？まだ様子見かな。おいおい、余裕だな。2023年2月22日、浴槽に沈められた時点でアウトだと思うんだけど。昨日誰とどこに行っていたのかを、誰とどこに行っていたのかを問い詰められて、リホとの会話を全部彼に話してしまった。うわー、もうそれリホちゃん大丈夫か？狙われるんじゃないか？彼はリホさんには恋人ができた友人に嫉妬して、そんなことを言ったんじゃないかと言っていた。これで何か、その暴力振るってくる彼の方を信用しちゃったってこと？確かにリホって昔からちょっと嫉妬深いところがあるし、もう洗脳されてる。電車でイチャイチャしてるカップルにもよく文句言ってるし、彼の言う通りなのかもしれない。おいおいおい、マジかこれ。私に彼氏がいる間は少し距離を置いた方がいいのかも。それと私の交友関係が心配だからと、これからは会うたびにスマホの中身を全てチェックする決まりになった。家族以外の男性の連絡先も全て消されてしまった。彼結構独占欲が強いタイプなのかもしれない。まあそれだけ私のことを好きでいてくれるってことらし、彼を安心させるためには仕方ないのかな。もう思考回路がポジティブすぎる。2023年3月12日。今日は彼が私の家に遊びに来た。唐揚げを食べたいと言われたから頑張って作ってみたけど、揚げ時間が長すぎたのか、黒く焦がしてしまった。まだなんとか食べられそうな部分を救出しながら彼に謝っていたら、いきなり私の手首を掴んで、180度の油に突っ込もうとしてきた。何してんの？なんとか直電で振りほどいたけど、彼は一体何を考えているのだろう。冗談だと笑っていたけど、本当にそうだろうか。絶対別れた方がいいよ。ひどいな。こんな最低な彼氏、すぐに別れちゃえばいいのに。あ、最後のページに鍵が貼り付けてある。お、鍵！鍵を入手しました。これは多分遊具室のとこ、遊戯室か、のやつかな。とんでもねえ野郎だな、春水さん。あ、なんだこれ。あ、やべえ、全然わかんないこれ。超なんたら母子。うわ、初めて聞いたこの四字熟語。本の間にしおりが挟まっている。口先で人を騙すこと、言いくるめること。もう絶対、春水さん。何使うのかわからないけど、一応覚えておこう。これ、しおり4つぐらいあんじゃねえか、もしかして。で、その4つのしおりの中の数字を、みたいな。あ、やっぱ絶対そうだ。イバーなんたらし。お、ここに来て四字熟語全然知らないやついっぱい来てる。ほの間にしおりが挟まっている。何使うのかわからないけど、一応覚えておこう。ぐらいかな。じゃあ、会話していこうか。あやとくん、絵画の裏に何かあるかもしれないから、後で外して確認しといて。あと、ソファー移動させたいから、そっち持ってくれる？俺に指図してんじゃねえよ。あやとと瀬川さんは証拠品探しで忙しそうだ。なるほど。話しかけられる雰囲気じゃないな。みんな真面目にやってるね。終わりか。じゃあ一回鍵を入れに行くか。あ、ここにも何かあるっぽい。この金庫はカードキーがないと開かないみたいだ。じゃあ終わりか。春水さんは話しかけなくていいんだよな。はい、これでしょ。そうだ、さっき倉庫で見つけた鍵を使えば。やった、開いた。これはさっきの日記の続きだ。怖い怖い。ちょっと怖いけど読んでみよう。
2023年3月30日、買い物から帰ってきたら彼がベランダでタバコを吸っていた。前から吸ってたっけ?と聞いたら、喫煙者の気持ちを知りたいから吸ってみたと言っていた。私はバカだし、日々何も考えずぼーっと生きてるから、彼のそういう知的好奇心旺盛なところは尊敬してるし、憧れてしまう。ずっぷりじゃんもん。タバコの匂いは苦手だけど、気だるげにタバコを加える彼の横顔は色気があってドキドキしてしまったので、ありかもしれない。その後は鍋を作って映画を見ながら一緒に楽しく夕飯を食べた。2023年4月5日。今日は大変なことをしてしまった。大変なこと。私が彼の大事な PC に水をこぼしてしまったのだ。それは大変かもしれない。彼が何の仕事をしているか詳しく教えてもらっていないが、在宅ワークをしていてパソコンにはとても重要なデータが入っているらしい。小説だ小説。一歩間違えれば何百万円の損失だったと。それから彼はタバコに火をつけて、それを私の太ももに押し付けた。ちょっと暑いし痛いし怖いしすぐ振りほどきたかったけど、悪いのは私だから、なんとか唇を噛んで耐えた。とんでもない DV 彼氏。彼は私に火を押し付けている間、ずっとこちらの表情を観察するように眺めていた。何度かそれを繰り返した後、彼は満足そうに私から離れ、紙にペンで何かを書き始めた。変態すぎる。私は泣きながら風呂場で患部を冷やした。2023年4月10日、そろそろ別れる気になった?この日は彼が綺麗なバラの花束とチーズケーキを持って家に来た。まだ別れてない。急にどうしたのと聞いたら、付き合って3ヶ月の記念日だからと言ってきた。たった3ヶ月で足焼かれたんだな。えげつね。男の人から花束なんてもらったのは初めてで、感動してしまった。この彼女すごい。9本のバラの花言葉は、いつもあなたを思っています。なんだそうだ。なんだかロマンチックで、ドキドキしてしまう。ちょろすぎるって。その後一緒にチーズケーキ、しかも私が前から食べてみたいと言っていた駅前のやつを食べて、ソファーでくっつきながら映画を見てテレビゲームをして、一緒に夜ご飯のシチューを作って、それから朝まで楽しそうだな。とっても幸せな一日だった。もう楽しそうならいいけど。たまに怖い時もあるけど、私が彼を怒らせるようなことさえしなければ、優しくてかっこよくて世界一素敵な恋人だ。やっぱり大好きだな。いつも大事にしてくれてありがとう。大事にされてるのかな。5月1日、今日突然階段から突き落とされそうになった。怖いって。とさに手すりをつかめたから、右膝の打撲と突き指だけで済んだけど、そのまま階段下まで落ちてたらどうなってたか考えるとゾッとする。別れろっていい加減。彼は理由なく暴力を振るう人じゃないから、きっと私が何か機嫌を損ねるようなことをしてしまったんだと思う。もう完全に洗脳されてる。でもこのままじゃ私の身が危ない気がする。なんでこんなことをするのか、一度彼ときちんと話し合わないと。最悪の場合、保護団体とか警察に相談する必要が出てくるかもしれない。あ、最後のページにカードキーが貼ってある。あ、ありがとう。じゃあこのカードキーを使って鍵を開けに行くか。やべえな、春水さん。これ確実に今回春水さんだよね。はい。ここに娯楽室で見つけたカードキーを差し込めば、開いた。やった開いた。また日記の続き。もう見るの怖いんだけど、この日記。読んでみよう。2023年5月2日。一晩中彼と話し合った。おお、普通に会話できたんだ。暴力振るわれなくてよかった。彼は子供の頃をずっと義父から虐待を受けていて、実の母親からも邪魔者扱いされていた。それが原因で、少し愛情表現がおかしいのかもしれないという話をしてくれた。そう、いいように言われてるだけじゃない?騙されてない?話をしてくれた。ショックだった。私はそばにいたのに何も気づいてあげられなかった。彼が両親から愛情をもらえなかった分、私がたくさん愛してあげないといけなかったのに。すごいな。何でもかんでも自分が悪い風に捉えるのがすげえ。いつも自分のことばっかりで本当に情けない。これからは頑張って、私が支えてあげないと。2023年12月5日。あ、違う、12月25日。彼に突然別れてほしいと言われた。本当に突然。理由を聞いてももう用済みだからとしか教えてくれず、手切れ金として20万円を渡された。金。お金なんていらない。どんなにひどいことをされても、私はあの人のことが大好きだった。彼の異常性を理解できるのは、この世界で私だけだし、私を理解できるのもまた彼だけだと思っていた。
嫌だ。嫌だ、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 嫌だ。捨てないで。彼がいない世界なんて生きている意味がない。もし私が死んだら、彼は一生後悔してくれるだろうか。もうそれ彼の思うままなんじゃないか。私の死によって深い爪痕を残せば、彼の心の中でこれからも生き続けられるのだろうか。多分彼気にしないよ、絶対。そんな玉じゃねえ。それならもう、いっそのこと。嘘。文章は、ここで終わっている。2冊ほど日記があった。それぞれの日記の持ち主の名前は、佐藤志穂と宮川由紀子。筆跡が違うので書いたのは違う女性で間違いないだろう。一応中身見とく。日記の期間は2019年頃と2021年頃で、期間の重複はないみたいだ。この2冊の日記も内容はさっき読んだ三田沙織さんのものと似たような感じだった。なるほどね。暴力を振るわれた被害者たちだ。突き飛ばされて怪我をした真冬の夜中にベランダに締め出された160度のヘアアイロンで指を挟まれて火傷した。やってることやべえ、あの人。何時間にもわたって腹部を蹴られた。勝手にネイルをしたらペンチで爪を剥がされそうになった。こわ。そんなひどいことを彼にされたと書いている。この彼というのは全て同一人物なのだろうか。そして3人の共通点として、向こうから突然用済みになったからと別れ話を切り出されている。怖いってこれ。その日付である2019年11月11日、3月15日、12月25日には、すべてマーカーが引いてあった。これは日記の持ち主が引いたものなのか、それとも安西萌からの何かのヒント、ヒントなんじゃないのか？わからないことだらけだ。でもきっと、すごく重要な証拠品なんだろうな。それ絶対春水さんに見せんなよ。これは誰の罪に関する証拠品なんだろう。本当は心のどこかで気づいているのに認めたくない自分がいる。分かっちゃった？だよね。一人しかいないよね。被害者の日記を入手しました。あ、金庫の奥にしおりが。この色が全部違うね、リボン。じゃあ、パスワード打つ。打ち行った方がいいのかな、これは。そろそろもう打てるんじゃない？話せる？春水さんだ。おい、話せない。ドキドキしてきた。はい。あ、やっぱ打てるよね。ああ、はいはい、これで色ね。で、入手済みのシールね。なるほど、なるほど。ちょっと待てよ。順番どうなんだ？赤、黄色、青、緑。赤、黄色、青、緑。赤、黄色、青、緑。もうちゃんとそのままの質になってる。ごめん。ちょっとこれ、四字熟語調べてくる。はいはいはい。7845だ。75日だった。9日じゃなかった。そうだよな。49日だよな。49日って全然関係ねえし。人の噂。はい、行こうか。78。シンプルに間違えてちょっと恥ずかしかった。7845って言ったよね、俺。あれ？数字が違うみたいだ。え？78。ごめん。なんか俺多分ミスってるかも。しょうゆ待ち。はいはい、間違えた。超三法師だわ。7835だ。7835。うい。開いた。中に何か入ってる。これは。ああ、もう春水さんだ。もう春水って書いてあるし。春水さんが書いた本。タイトルが物騒。殺戮教室、有名、不安の人。これ3冊とも要はあの日記が元になってんじゃねえか。やばいんだけど、書いてる小説の内容が。だからメイさん警戒しろって言ってたのかな。その性格が出るって言ったもんな、作品には。森下圭吾28歳、独身、総合商社勤務。どこにでもいる平凡なサラリーマンの僕が一つだけやめられないこと。それは女の人を残虐に殺すこと。春水本人。いつものように死体を裏山に埋めていると志保という女性に現場を目撃されてしまう。志保。その日から僕と志保の歪んだ恋人関係が始まった。過激な暴力描写と独特な世界観。審査員の間でも賛否両論あった異例の新人文豪賞受賞作。おぞましい描写の数々に胸くそ悪くなったが、なぜか読む手が止まらなかった。おい、絶賛しちゃってるぞ。本の発行日は2019年11月11日と書かれている。ああ、本の発行日に分かれてるんだ。それで用なしってことか。有名、
閲覧注意。やべえな、残虐とか書かれてるけど。格安の事故物件に住み始めたユキコは、ある時クローゼットの隙間から子供が描いたような不気味な絵を見つける。その日を境に、知らない男からの暴力を受ける生々しい悪夢に悩まされることになるユキコ。悪夢じゃないんだよな、実際に起きてるんだよな。彼女は調べていくうちに、この家で起きた自殺騒動のとんでもない真相にたどり着く。そして彼女の身にも変化が。僕のお母さんは悪い子は地獄に行くと言っていました。この子供が描いたような字で書かれてるのが怖い。2022年3月15、ああもうこれ確信犯だ完全に。殺戮教室。僕たちの平凡で退屈な日常はある日突然終わりを告げた。絶対デスゲームだこれ。目が覚めるとそこは見覚えのない地下室だった。クラスメイト39人と共に監禁され殺し合いを強要される純也。幼なじみの沙織と協力して何とか脱出しようと試みるが、クラスメイトが次々と凄惨な死を迎える様を目の当たりにするうちに、純也の心の中にほの暗い感情が芽生え始める。これは体験談か、体験談なのか。暴力を振るってると、暴力を振るってるとインスピレーションが湧いてくるってことなのかな、春水さん。そういうこと？鬼才春水が仕掛ける学園スプラッタ殺戮劇開幕。2023年12月25日と書かれている。クリスマスに何注文出してんだ。春水の小説を入手しました。すべての証拠品を集め終えたら、画面左上の探索終了ボタンを押してください。これで終わりってことかな。じゃあ一回セーブしようか。あ、いや、この画面セーブできるのか。あ、できる？あ、できるわ。ちょっと待って。はい、OK。じゃあ、全部調べ終わったもんね。あれ、ここって何もなかったっけ？何もないか。これ探索終了でいいのか？春水さんに一切話しかけないで。話しかけると証拠品をとかって話になるのかな。なんかそんな気がするぞ。春水さんだ。あれ、普通に探索終了できるっぽい。あれだけ処分しろって言われていたのに。こんもえー、みんな大好き夕食の時間だよ。今日のメニューは、いつの間にか随分時間が経っていたらしい。僕は食堂へと向かった。あ、こっから春水さんに脅されんのかな。ちょうどよかった、あそこにいるのは。あやと、もう俺のね、心の安らぎ。あやとは、あやと、これから夕食でしょ？よかったら、一緒に食べない？あ？いいけど、もうすっかり仲良し。まあ、一方的に好意寄せてる感じだけど。少し不思議そうな顔をされたが、嫌がる様子はなかったので、そのまま隣に並んで歩く。正直今朝のこともあるし、春水さんと二人きりになるのは避けたい。就寝時間までずっとあやとと行動していれば、大丈夫だろう。中に起きて暴力振ってくるかもよ。食堂に入るとどうやら僕たちが一番乗りだったようだ。春水さんの姿が見えないことにひとまずホッとする。じゃあさっさと食べちゃおうか。あ、今日はビーフシチューだって。お肉いっぱいで美味しそう。すずや、なんかあった？え？なんで？なんか、いつもと様子が違うっていうか、別に、俺の気のせいならいいけど。優しいよね。なんか俺、あやと本当に好きになっちゃうんだけど、これ。めちゃくちゃいいやつじゃない？どうしよう。あやとになら、話しても大丈夫だろうか。今日、春水さんに、暴力を振るわれたこと、証拠品の処分を頼まれてしまったこと、もしかしたら、僕が悪かったのかもしれない。これを話したら仲間割れや対立が起きて全員の雰囲気が悪くなってしまうかもしれない。でも、あのさ、実は今朝、うわ、タイミング。楽しそうですね。私もご一緒してよろしいですか？口止めしに来たぞこれ絶対。あ、お前は入ってくんな。冷たいこと言わないでください。みんなで仲良くしましょうよ。ね、鈴谷くん。怖っ！寝押しされた。悪い鈴谷、さっきなんか言いかけてたよな。へえ、何の話してたんですか？大丈夫。全然大した話じゃないから。怖い怖い。何何？私も混ぜて。あ、瀬川ちゃんそっちで食べんの？じゃあ俺も。相変わらずなら、りつきさんは。その後、瀬川さんとりつきさんも合流して、食堂が賑やかな雰囲気になる。
やばいな。やっぱ DV 男ってああやってあれだけか、あれだけ用意周到なんだな。僕は正面に座る春水さんにずっと見られているような気がして、ビーフシチューの味がよくわからなかった。もう第2夜にしてこんなに恐ろしい思いすることある？シャワーを浴びてると今日出した背中と腹部がまたじわりと痛み出す。湿布を剥がすとお腹にははっきりと青紫色のあざができていた。でも服を着ていれば隠れる場所だからまだ良かった。瀬川さんや綾人に余計な心配かけたくないし、もういい子だな主人公も。打撲ってあんまり温めすぎると良くないんだっけ。そろそろ出ようかな。怖い。ああ、鈴谷くん、早かったですね。ダメだ、俺普通に春水さん怖いんやけど。は？着替えてシャワールームを出た途端、春水さんと鉢合わせて思わず息が止まる。恐怖と不安で心臓が早激しく脈打つのを感じる。あやととりつきさんは？二人とも資料室に行きました。資料室に？しばらく帰ってこないと思いますよ。そうですか。なんてタイミングが悪いんだろう。できるだけ春水さんと二人きりにならないよう気をつけていたのに。それで証拠品の処分の話のことは考えてくれましたか？いやもう絶対提出しよう。それは、ごめんなさい。やっぱりできません。鈴や、強いなお前。暴力振るわれるぞ。まあそうですよね。え？誰だって自分の命が大事ですから、仕方ないことだと思います。すみません、鈴谷くんをたくさん悩ませてしまいましたね。ああ、いえ全然。こちらこそすみません。またやられるぞお前絶対。よかった諦めてくれたみたいだ。そんなわけないだろう。こんな暴力男がそんな玉じゃない。そうだ、春水さんは話せばちゃんと分かってくれる人だ。また洗脳されてる。こちらが深刻に考えすぎていただけかもしれない。僕は安心してほっと胸を撫で下ろす。それではこちらも最大限譲歩します。今日私の罪に関する証拠品を見つけたかどうかだけ教えていただけますか？え？それは…これがあれか。運命の分岐点ってやつか。見つけてないと答える、見つけたと答える、どっちが正解？これ多分分岐するってことだよね。どっちかがバッドエンドなんだよな。正直に、いやわかんねえな。正直に答えてみるか。ちょっと見たいな、どうなるか。一回セーブしよう。はいはい、じゃあちょっと正直にいこう。見つけたと答える。それっぽいものは見つけました、多分。そうですか。正直に言えて偉いですね。じゃあそれを今ここに出してください。え？それは大丈夫ですよ。心配しなくても、私は自分の証拠品の処分ができません。暴力で処分させようとしてる絶対。この寝室にもカメラはついていますし、ルールに違反したら私が殺されてしまいます。ただ自分の罪に心当たりがないので、証拠品がどんなものなのか見てみたいだけです。そういうことなら、鈴や、純粋すぎるこの子。提出しちゃった本当に。へえ、手書きの日記。なるほど。じゃあその日記を今ここで破いてください。ほら来た。え？だからそれは無理だってさっき。殴られた？先生さんが近くにあったゴミ箱を思いっきり蹴り飛ばす。強い衝撃で側面がへこんだそれは部屋の隅へと転がっていった。やばいって。腹部がズキリと痛む。はあ、鈴谷くんはこんな簡単なこともできないんですか？本当に使えないですね。ただでさえ頭が悪くて役立たずなのに、唯一の取り柄である優しさまでなくなったら、あなたに一体何が残るんですか？ごめんなさ。私に謝られても困るんですよ。痛い目見るか、素直に言うことを聞くか、どちらか一つ選んでください。この二択のどちらかが正しいかくらい
バカなあなたでもわかりますよね。グズグズしないで早く選んでください。ほら、早く。私を助けたいとは思わないんですか？思わない。ああ、今まであれだけ優しくしてあげたのに。自分が助かることばっかり考えて、本当に恥知らずのクズですね。おわ、来た来た来た、洗脳タイム来たよ。こうやってこっちが悪い風に洗脳していく。そんなんじゃ死んだ後天国に行けませんよ。もう宗教だよこれ。ごめんなさ。ああ、歪んでく。主人公歪んでいっちゃう。怖くて手が震える。うまく息ができない。春水さんの声がガンガンと脳内に鳴り響く。残念ですが生き残れるのは一人だけなんです。あなたと私どちらの方が世間に必要とされているかくらい判断つきませんか？あなたって本当に他人を殺してまで生き延びる価値あるんですか？ないです。ごめんなさい。クズやー！ごめんなさい。ごめんなさい。頭が悪くて、使えなくて、こんなに怒らせてしまって、たくさん迷惑かけて、生きてる価値がないです。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。シンプルに怖え。それでは第2回断罪放送を開始します。これ春水さんだったんだろうな。ターゲット暴露ターゲットは、天才小説家の春水なんちゃら、描かれた疑惑は証拠はどうやっても揃わなかったみたいだね。それでは B の部屋は火をつけます。あ、全滅ってことか。全員わお。どうして僕はあんなことをしてしまったのか今でもわからない。それでも炎に包まれた最後の瞬間、僕の心にあったのは。ドラマやん。この人の役に立ててよかったという確かな安堵だった。洗脳されてるって。プロだ。人の心を掌握するプロ。エンディング洗脳者。なんて物騒なエンディングなんだ。じゃあちょっと次見てないって答えてみようか。あ、戻ってきた。じゃあ少々お待ち。はいはい、じゃあ見つけてないって答える。見つけてないです。本当ですか？海岸下。嘘だったら、下引っこ抜きますけど。本当です。信じてください。そうですか。怖かった。だー、証拠品全然見つからねえ。リツキさん。ベッドルームのドアが開いて、リツキさんたちがどかどかと部屋に入ってくる。春水さんは本当焼かれていいと思うけど、メイさんが焼かれたのは本当許せねえ。これは春水さんの顔を見るなり不満げな声を上げた。おー、春水。お前が資料室で証拠品っぽいもの見たって言うから探しに行ったのに、なんもねえじゃん。うわ、洗脳するためにわざと誘導したんだ。どうなってんだよ。すみません。どうやら私の見間違いだったみたいです。春水さんと二人きりの空間から解放されたことに内心安堵する。まさか律希さんの顔を見てホッとする日が来るとは思わなかった。これからは塩対応やめような。もういいだろ。11時になったし、電気消すぞ。怖っ。ベッドルームが暗闇に包まれる。僕は嘘をついてしまった罪悪感をごまかすようにベッドに潜り込んだ。いや、正解だ。お前のやったことは。それをしなかったら殺されてる可能性あるからな。ここでセーブしますか。うう、セーブ画面が物騒。少々お待ち。来た、デイ5。第2回断罪放送。怖。おはもえ。みんなよく眠れたかな。今日は第2回断罪放送の日だよ。準備ができたら全員大広間に集合。行くんだな。安西萌衣のハイテンションなアニメ声が寝起きの頭に不快に響く。僕はのそりとベッドから起き上がり、準備を済ませて大広間へと向かった。可愛いですね、安西萌衣。はい、ということで、クリエイターズデスゲーム、今回はここまでとさせていただきます。次回は、危険 DV 男春水を
さばいていこうと思います。もう俊水さんはね、もう気持ちよくさばける。もうこれはしょうがねえ。あいつはダメだ。危険人物すぎる。はい。それは一旦終わります。シアンでした。またね。